というわけで、昨日お話ししたんですけども、セリアに行ってきたのでね、購入品紹介をしたいと思います。で、まずね、左の方から順番に行きたいと思います。こちらね、プラスチックでできている、小物トレイです。2個、1セットで100円になってます。カトレケース S2、2パックってなってますね。これはですね、例えばなんですけれども、いつも飲んでるお薬とかをね、こうやって1日分入れておいて、家族からね、私に、出してもらうっていうのもいいし、なんかね、テーブル周りのこういうね、付箋とか、なんか小物とかをね、ポイって入れるのにちょうどいいぐらいのサイズだと思って買いました。だいたいね、縦の長さ12センチぐらいですかね。なので、小さすぎもせずね、大きすぎもせずね、ちょっと手のひらサイズっていう感じで、使いやすそうだったんでこちらに決めました。色はね、ホワイトです。はい。で、次ね、S 字フックなんですけども、薄いグリーンとか薄いブルーとか、ありましたけども、このね、ベージュっぽいものにしました。それはね、なぜかっていうとね、これから先紹介するんですけども、同じね、色で統一したかったからです。S 字フック12パックですね。プラスチック製なので、金属のね、新しいデスクのパイプをね、傷つけることがないと思って、あえてね、プラスチックにしました。はい。で、次ね、こちらなんですけども、フェルトをなんか型押しして作ったトレイみたいになります。完全にね、中にね、木とか、金属とかも入ってないんで、フェルトだけでね、こう、成形してあるような感じのトレイです。名前はフェルト収納ボックスロング、ブラックグレーですね。外側が、まあ、ブラックというか濃いグレーですね。で、内側が、明るいグレーってなってます。これの逆バージョンで中が黒いものもあったんですけども、まあ中が黒いと入れたものがね、やっぱ分かりづらいと思ったんで、このね、配色にしました。で、お店にはね、このぐらいのね、サイズのトレイもあって、それはね、内側がオレンジで外側がブラックっていうね、色があったんですけども、やっぱちょっとオレンジはね、派手すぎるのと、ちょっとね、アクセントがダサいなと思ったんで、ちょっと地味だなと思うんですけども、まあ、しょうがなくね、消去法でグレーとね、ブラックっていうツートーンをね、チョイスしました。これはですね、私がね、普段かけてるメガネとかをね、こう、ちょっと、置いたりとかするのにもいいと思いますし、あとはペン入れたりとか、まあ、何か傷つきそうなものとかね、入れたりするのにちょうどいいと思って、まあ、一個あると重宝かなと思ってね、こういったものも買ってみました。で、これも割とね、静かめの色を選びました。で、次にこちらですね。ウォールポケット1個入り連結式ですね。この図を見ていただくとわかるんですけど、下についてるリングみたいなところにね、この棒を通すことで、上下にね、連ねて、飾るとか、収納することができるらしいです。ただ、これはね、セリアで買ったんですけども、ちょっとね、粗悪品が多かったです。店頭で、このね、輪っかのところに、まあ、棒がね、ついてて、そこに陳列してあったんですけども、このウォールポケットがね、多分、この奥にね、10個ぐらいはあったと思うんですけども、その、10個、13個ぐらいあったと思うんですけども、そのうち7個ぐらいがね、ここの、枝がね、裂けてました。割れてました、完全に。ちょっとね、あれはね、不良品だと思いましたね。ちょっとね、傷があるとか、なんか、節の跡があるとか、そういうレベルだったら全然ありだと思うんですけど、本当にね、木が普通にね、このぐらいまでね、裂けて割れてました。ちょっとね、品質が悪すぎだと思います。その中でね、これ今、写真見て、こちらだと、全然想像がつかないと思うんですけど、この棒がもう帰って奇跡の一本だったんですよ。他のものはね、木が割れてましたんで、ちょっと売り物じゃないなって思いましたね。物売るってレベルじゃねえぞってね、言いたくなりますよね。で、次ね、こちらが、ティッシュ詰め替えボトルです。こういうのはね、ちょっと冒険なんですけど、今ね、私、紙ボックスじゃないね、ティッシュを使ってます。こういうものです。はい。で、まあ、ね、これ自体も別にそんなにクタクタしてるわけじゃないので、このまま置いといても全然ね、問題ないんですけども、まあ、ここで使ってもいいし、自分のね、寝室で使ってもいいしと思って、ちょっとね、どんなもんかなと思って使ってみたいなと思って、まあ、ちょっと、衝動買いですね、いわば、してみました。まあ、ティッシュをね、折り曲げて、中に入れて、そのね、上からこう、取っていく感じになります。まあ、横にね、置くと、スペースがね、取っちゃうんで、まあ、縦にね、こうやって収納することによって、まあ、テーブルとかのね、スペースは小スペースになるし、まあ、デザイン的な感じにもなりますね。で、こちらはね、色はホワイトと、グレーですね。
ちょっと あのコンクリートみたいな色のグレー。それから今ね、これは円筒なんですけども、四角い筒状のものもありました。それ各もね、白とグレーです。で、次がこれか、アイマスクですね。先日ね、私あのアイマスクはダイソーでもね買ったんですけど、ちょっとまあ自分の寝室と、普段作業するね、こことね、わざわざ行ったり来たり持って帰ったりするのもめんどくさいので、もう一つね、欲しいなと思って買いました。で、私的にポイントが高かったのね、この鼻当ての部分がついてるアイマスクっていうのがね、購入の決め手でしたね。まあ2個もね、買うのもちょっともったいないかなと思って迷ってたんですけども、ダイソーにもね、いくつか、アイマスクあったんですけども、ちょっとね、この目と目の間が、あの鼻の部分ですね、あえてこう、くぼんでるというかくびれてるのが多くて、私的にはですね、こめかみじゃなくて、目と目の間、眉毛と眉毛のちょうど間のところに、サードアイがあるあたりですね、その辺がもやもやするので、そこを隠したかったんですね。なので、この鼻当てが、まあ、あることによって、まあ、この辺の、いつもノーヒーローの時とかにね、目からどうしても刺激が入りすぎてしまう、このサードアイの部分を隠すことができるので、これいいなと思って、まあ、アイマスクね、ちょっと買ってしまいました。で、まあ、110円なんでね、まあ、いいかなと思います。で、色はね、無難にブラックで、まあ、スポンジも別にふかふかでもないですが、まあ、かもなく不可もなくっていう感じで、縫製も特に問題ないので、まあ、100円商品としては普通だと思います。で、次ですね、ボックスなんですけども、まあ、透明のね、収納ボックスです。ただの。で、一番のポイントは、この持ち手のところですね。プラスチックなんですけれども、ちょっとなんて言うんですかね、リサイクル素材をこう折り込んだような、練り込んだような、つぶつぶ感がね、こうあって、ちょっとね、木目素材の雰囲気をね、醸しているところがポイントです。ちょっとカメラでは伝わりにくいかな。はい。黒いつぶつぶが見えると思うんですけども、はい。こういうのがね、ちょっと、ナチュラル志向のこの茶色とかね、焦げ茶とか、こういうベージュとかね、黒とか、まあそういう感じの、シンプルなね、家具に合うかなと思って購入しました。サイズはこの通りです。で、最後ね、こちらなんですけども、これもまあ収納ケースです。で、これは、特に木目調とかではなくて、普通に全体的に、ダークブラウンの、カゴで、さっきのよりは一回りぐらい大きいかな。はい。こうやって並べると、まあ高さ的にも、まあ2、3センチぐらい大きいし、まあ幅はちょっとこっちの方が小さいかな。はい。少しだけ、小さいですけど、まあ、奥行きというか深さはね、結構あるので、ちょっと立てて、収納したいものとか、少し重さがあって倒れちゃうものとかでも、これだったらね、入れることができると思いました。で、収納ケース選ぶときはやっぱその、こう、中が見えるかね、見えないかっていうのでね、すごい迷ったんですよね。で、初めはね、中が見えないのばっかりね、選んでカゴに入れてたんですけども、まあ、最終的にね、こういう形になりました。はい。まあ、よしあしだなと思ったんですけど、まあ、中が見える方が風通しを感じるので、もしかしたらね、私的には、息苦しいとか圧迫感感じなくて済むかもしれないので、まあ、その辺は前向きにね、捉えていこうと思います。はい。というわけで、昨日ですね、セリアで購入してきた、品が、全部で8点で880円でした。